乃木坂46と一緒に国商国産を学ぼう。私たちが食べるものはできるだけ私たちの国で作る。それを国商国産と言います。現在の日本の食料自給率はカロリーベースで 37%、 およそ6割を輸入に頼っている状況です。もしも日本の田んぼや畑が少なくなったり、災害などで海外からの輸入も制限されてしまったら、私たちが食べるものはなくなってしまうかもしれません。この番組では、私たちが美味しく食べている国産の食材がどんな場所でどのように作られているのか、 JA グループの国商国産活動を応援している乃木坂46のメンバーが現地レポートします。特設ページでも国商国産に関するクイズを公開中です。今年2021年は国連が定めた国際果実野菜年です。果実と野菜を摂ることによる栄養と健康上のメリットを考える良いきっかけになりますね。僕はですね、筒井架け橋は長野県の果物農家三井さんを訪ねて、地道なお手入れやリンゴの収穫を体験。今回は仕分けのお手伝いからスタート。はい、こちらお二人にとってもらったリンゴを今度は選別していきたいと思います。はい、選別。はい、取ってもらったリンゴの中でもいろいろランクがあって、はい、うちの方では農協の方に出荷してスーパーなど、はい、並べてもらうものと、はい、あとは農協出荷でしてしまうと、はい、まあ、地域のブランド的に、良くないものっていうのを、ただ、はい、味自体は一緒なので、はい、美味しいものは自分ちの EC サイトの方で販売をしたりとか、あとは、傷の程度によって、お子さんのいる家庭にお安く提供するっていうことをしているので、そういった方に回していきたいと思います。はい、実際やっていきたいと思います。はい、実際リンゴを見ていただいて、全体的に傷がないかと色合いを見ていただきます。はい、実際、こちらの方は色合いもよくいいものなので、うん、こちらの JA の方の箱に入れていきます。はいはい、でこちらの方はここを見ていただくと傷があるので、これはうちの方の EC サイトで売るので、こちらの方の箱に入れていただくようにお願いしたいと思います。はい、ぜひやってみてください。いや、これは、はい、どうだろう、特に傷とかはないように思うんですけど、実はこのヘタの部分、サビというものになっていて、はい、ちょっとこう擦れたような感じになってる。これ春の低温とかで出やすいんですが、はい、これはちょっと JA の方だと出荷外になってしまうので、そうなんだ、こっちの EC サイトの方の、うちの方の販売にしたいと思います。はい、わかりました。どうぞどうぞ、どんどんやってってください。これを、はい、これは先ほどより比較的サビはいいんですが、どうでしょう、全体にぐるっと見てもらうと、やっぱこんな感じでですね、はい、サビが入っていったりしてしまうので、これもうちの方の、そうなんですか、はい、じゃあ強制出荷っていうのは、はい、この辺の農家みんなからこう寄せ集めて、はい、要は JA 中野市のブランリンゴだよっていうブランドで売っているので、はい、やはり少しでもそのランクが低いものを入れてしまうと、うんうん、地域全体のブランドのイメージにも関わってくることなので、な割と慎重に見ていきます。そうですね、どうです、全体見てもらって、どうですか、どうだろう、じゃあ良さそうなので、合格合格合格しましたね。綺麗、確かにね、ツヤツヤ、よし、合格のを見つけれました。選別お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでした？厳しいね。判断基準が高い、ね、そうなんです、と思いました。難しいんです。なんか大事な仕分けの選別、大事な仕事なんだなって分かりました。うんうんうん、このこちらに入ったリンゴたちってどのように使われたりするんですか？自宅の方のその EC サイトで販売していくもの、あとはそのお子様のいる家庭に、まあ、その若者果物離れ の、 防止策というか一環としてお安い値段でご提供させてもらったり、まあ、さらにそこからはで弾かれちゃったものっていうのはジュースなどに加工して皆さんに飲んでいただけるようにしております。お手伝いを頑張った2人は、規格外品のリンゴで作ったリンゴジュースをご馳走してもらうことに。
ちなみに今後ろにある三富士の要は規格外品を使ってます。私の知ってるリンゴジュースじゃないです。もう今まで飲んだリンゴジュースの中でも一番香りも濃いですし、ね、あ、本当ですか、うん、なんかすごい濃厚なリンゴジュースです。傷とかついちゃってるこっちの子も味は変わらず美味しいんですね、うん、そうなんです、うん、あの本当に人と一緒で早く走れること、はい、遅くなっちゃうこといるんですけど、リンゴの中にもいろいろ種類があって、はい、やっぱりその中でもその子たちを生かしてあげて皆さんに楽しんでいただけるようにやっていくことも我々農家の宿命なのかなというふうに考えてま す、はい、すごい。じゃあ今度こっちの子は今後どうなっていくんですか。はい、J 中野市さんの方へ出しまして、はい、共生所という場所に一旦集まります。でうち以外の農家も、みんな集まってきて、はいはい、でそこで共生という作業、またさらにこの玉のサイズだったりとかランクっていうのをこの中からまたさらに分けていきます。で、箱詰めをされて市場に行って、はい、で、全国のスーパーさんに並んだりとか、あと遠くは本当に海外輸出っていう風に形になります。でそのうちではできないんですけど、はい、そういった JA さんを通すことによって国産のフルーツを海外にも発信していけますし、我々一人で一つ一つの農家じゃできないようなと細かいところまで届けてくれるっていうところで、まあ、この国産のフルーツを JA さんを通して広げてってるっていう仕事をしてくれます。すごい、国産のリンゴがやっぱ海外にまで食べてもらえるようになるとすごく私も嬉しいですし、うん、やっぱスーパーに並んでるのってもう選びに選び抜かれた子たちなんだなっていうのがよくわかりますね、うん、やっぱりその自分たちのところでまずいいものを出していくっていうことをしているので、うん、まあ、地域としてもブランドになりますし、それが国のブランドとしても成り立っているので、海外でもやっぱり評価をされているっていうのが日本のフルーツの特徴だと思います。すごいね、うん、嬉しいです、うん、実は僕 JA で農チューバーっていうこともやっていて、はい、生産者の立場から消費者の方に向けて、はい、まあ、いろんな情報を発信していきたいなっていう思いでやっていて、ぜひ今日2人にも見てもらいたいなって思って。いいんですか。ぜひ見たいです。じゃあちょっと見てみます、はい、これが昨年の昨年ですね、昨年の50センチ、この近くの、そうです、12月の配信ですね。湿った雪がですね一度にドカーンと降ることがあって、はい、そうするとこういう畑もそうなんですけど、はい、低い枝が全部雪の下敷きになっちゃって、さらに溶けていくときに引っ張られるので全部枝が折れていっちゃうというのがあって、なので、ドローンを飛ばして、はい、どこの畑からこう木を守っていくかって、これ実際まあ折れちゃってるんですけど、これはこんな感じで、そうですよね。で割とその、まあ、こういったことを発信していかないと、はい、まあ、生産の現場ではこんなことが起きてるってこともあったりするので、まあ、そういったところも含めて酸いも甘いも皆さんに、そうです、ね、はい、届けられたらなと思っている活動をしています。あんな手間暇かけて作ったリンゴが、川が氾濫しそうだったのでこのマルチを一旦引いたんですが、はい、また外すっていう作業をするところを配信しています。もう少し行くと、はい、実際にまあ浸水になってしまって、はい、ちょうど撮影した6時間後ぐらいに水が浸かり始めて、まだこの時は畑の中まで入れたんですが、はい、このあと2時 3, 3時間後ぐらいにはこの辺の水位まで上がってきちゃって、朝を迎えたらこんなような状態ですね。実際今指さしてるところに木があったんですが、完全に水の中に、そうなんだ、これは水没をしちゃってるっていう状況ですね。まあ、どうしても川沿いなので水が入るのはしょうがないんですが、まあ、近年こういった水の入っちゃうことが増えてきてしまって、そうなんですね。最近なんか起こった水害とかってありますか。近い大きな災害でいうと、はい、19年の台風19号の時に畑がだいぶ壊滅的にやられて、はい、でさらに、まあ、今年の水害でもやはり同じところが水没しちゃったっていう状況で、そうなんですね。これだけの、うん、こう被害を受けてしまったら、うん、なんか私だったらもう心折れちゃうんですけども、なんかどうしてなんかなんて言うんだろう、どうやって気持ちを立て直
されてるんですか？僕の場合は基本的に農家になった時の、まあ、理由として、うん、まあ、いろんなことがあったんですけど、うん、やっぱりその家族での食事であったりとか、うん、やっぱり一人一人が美味しいと思う時間って、うん、やっぱすごい有意義だなと思っていて、うん、でそれをやっぱ届けるためにやっているところがあるので、まあ、もちろん悲しいは悲しいんですよね、うん、で先ほどの、まあ、水没しちゃった畑も収穫の10日前に全部入ってしまったので、うん、その水に触っちゃったものっていうのは全量破棄になるんですよ。それでも待ってくださる方がいらっしゃるので、うん、しっかり届けていきたい。でそれは個人として届けることもそうなんですが、やっぱりその JA としても、うん、要は産地のものを楽しみにしてくださる方が、自分とは直接は知ってないですけど楽しみにしてくださる方がいらっしゃるので、やっぱり数をいっぱい作っていかなきゃいけないっていう思いの中で、うん、負けてられないなというところで頑張っています。もう本当に収穫の10日前に全部なくなっちゃうのはちょっと想像してた以上に痛いですよね。痛いですね。もう見てるだけで心痛くなる。料理したリンゴっていうのもぜひ食べてもらいたいので、はい、ちょっと場所の方を移動したいと思います。いいんですか？ありがとうございます。三井さんが作った美味しいリンゴを使って国小国産とっておきのスイーツレシピを教えてくれるそうです。お邪魔したのは農園の近くにあるこちらのカフェ。それではうちの、農園の近くのカフェエルクさんに場所を移して、お二人にはスイーツ作りをしてもらいます。はい、今日はうちで採れた国産のリンゴを使って、美味しいスイーツを作ってもらいます。僕一人ではできないのでカフェエルクさんの近藤さんに、一緒に手伝ってもらおうと思います。はい、近藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんなスイーツを作ってくださるんでしょうか？今日は皆さんが三井さんの農園で採ってきたリンゴを使ってリンゴパイを作りたいと思います。あ、楽しみ。まずはジャム作りから。お鍋に刻んだリンゴとお砂糖を入れます。あらっと、今度はレモンを絞ります。このレモンを絞っとかないとリンゴの色がどんどん悪くなっちゃうので、リンゴをレモンをかけてまんべんなく絞ってください。はい、はい、でしょう。で最後に大事なのがこれです。え、何ですか？なんだ。近藤さんが取り出したのはリンゴの赤い皮を袋に詰めたもの。リンゴジャムを可愛くピンクにするためにこれを入れて一緒に煮る。リンゴとお砂糖をなじませるように混ぜるとリンゴから水が出てくる。この水分を使って煮詰めていきます。10分くらい煮詰めるとジャムに近い姿に。そこからヘラで混ぜて色を出していきます。そうするとあ、ピンク、ピンクだね。ほら、あ、すごい。そこからさらにコトコト煮込みます。はい、どうなってますか？ドキドキ。はい、開けます。わー、すごい、ピンクだね。もうめっちゃピンク染まってんね。かわいい。だいぶ水分も飛んでいい感じにジャムらしくなってきました。はい、はい、じゃあ火を止めてください。はい、完成です。完成。美味しそう。楽しみだね、うん、リンゴパイ。もうお腹空いてきた、ね、はい、では今度はジャムが出来上がったので、はい、パイの上に飾るリンゴを切っていきたいと思います。はい、お願いします。ね、はい、じゃあこのリンゴをどんな形に切ればいいですか？この形に置いてもらって、はい、上からだいたい 2-3mm ぐらいの厚みに、まあ、トントントン出来上がったらイチョウの形になる感じのリンゴの切り方です。はい、わかりました。はい、気をつけて切ってください。大丈夫、5mm になっても大丈夫。本当に優しい。あ、上手。上手？うん、上手。リンゴパイに合うリンゴとかってあったりするんですか？そうですね、リンゴパイとかこの皆さんが取ってきたこのシナノゴールド、はい、これもそういうお菓子作りにはすごく向いてるリンゴで、うん、あとは秋映えっていうリンゴが長野にあって、はいはいはい、あ、取りました？はい、取れました。全く分かんないやつ、はいはい、そう、あれもよくお菓子作りには向いてて、だからさっきのジャムなんかは赤い皮が大事になる。そうですね、そうなんだ。そうそう、そんな感じのリンゴが結構向いてますね。へー。扇形に切られたリンゴたち、
パイ生地の上にジャムとリンゴを乗せていきます。大丈夫大丈夫、上から、そう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 、こうやってちゃダメね。あ、そういうことか、あ、そういうことか。あ、私勘違いしてました。ここに乗せると思った、この細いところに。具沢山のリンゴジャムを塗った後は切ったリンゴを並べます。はい、じゃあ次いきます。難しそうに見えて、剥き方自体はなんか簡単にできる感じ。そうそうそう、でもすごいいい感じに見えません？そうですね、ちょっと感じに簡単に乗るけど、うん、最後いきます。はい、すごい並べれました。いい感じ、いい感じ、ね、いい感じです、はい。リンゴが焼いてる間に落ちないように、はい、周りを立ち上げてリンゴをちょっと包みます。はい、はい。でこの卵はくっつけるために少しつけておきます。うわー、すごい包めました。工程自体は意外と簡単ですね、うん、簡単、お家でもできます、うん、できますね、うんうん。綺麗に包まれたリンゴたち、あとは焼くだけ。はい、では焼き上がりました。すごい、はい、おいしそう。こんな感じです。おしゃれ、なんか ね、すごい。しっかり綺麗に並べてもらったので、はい、隙間なく綺麗に焼けました。いい感じ、はい、皮の色が違うからなんか見た目も華やかですね。いい感じ、おいしそう。お皿に盛られたリンゴパイ、とってもおいしそう。お味はどんなかな。美味しそう。美味しそうだね。匂いがすごいね。めっちゃ美味しそう、ね、こちらは三井さんの農園で収穫させていただいたリンゴを使ったリンゴパイです。はい、せっかくなので三井さんも一緒に食べましょう。せーので、いただきます。いただきます。うん。幸せそう。うん、美味しい、うん、ね、自分たちで取ったやつ、リンゴの甘みが引き立って本当、うん、じゃあ美味しい。うん、シャキシャキで、なんだっけ、さやかが作ったリンゴジャム、うん、がいい感じです、うんうんうん、なんか焼いたからかより甘みも出てて美味しいですよね。何種類も入ったのって僕も食べたことなかったので、これはすごい新鮮です。確かに確かに、そうですよね。パイ生地も独特ですごい美味しい。パイ生地がすごい美味しい、うん、このリンゴパイ、いろんな種類のリンゴをこう混ぜることで、それぞれのリンゴが甘いリンゴと酸味のあるリンゴ、それを混ぜることで、お砂糖とかで甘さを足しすぎるのではなくて、リンゴの本来の美味しさを使って仕上げるリンゴパイを作ってるっていう感じになるんですね。一種類よりはやっぱりいろんなのが入る方が美味しいです、はい、贅沢ですよね。贅沢です。はい、やっぱり国産で作ってるからには、うん、こんだけの品種を入れてもらうこともできたので、うん、本当にますますこの国産の魅力にも惹かれてます、僕自身が。素敵、うん、リンゴパイね、美味しかったね。美味しかった、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お手伝いいただいてどうもありがとうございました。ありがとうございます。まあ、食べてもらってね、スイーツでも美味しくいただいたんですけども、はい、リンゴをはじめて果物全般はですね、いろいろ栄養素もありますし、ぜひ若者の方々にもいっぱい取っていただけたら僕も嬉しいので、はい、ぜひ食べてみてください。はい、はい、リンゴなどの果物が体にいい理由っていうのをちょっと詳しく教えていただけませんか。はい、果物はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富で、はい、1日、摂取の、目標がだいたい 200g になるので、うん、みかんだと2つ、リンゴだと1つになります。あ、そうなんですね。果物って美味しいだけじゃなくて健康にもいいってのがいいですよね、うん、果物生産者の三井さんにとって将来の夢とかありますか。僕の夢はですね、はい、先ほど、一緒にお手伝いしてもらった畑もそうなんですけども、やっぱり果樹生産の仕事っていうのはやはり大変なところが多くて、離農されちゃったりとか、まあ、自然災害とかも含めて高齢者がから離れていっちゃうことが多いので、やはりその産地を維持していきたい。でその中ではやっぱり若者の方にも食べてもらって、その国産というところで
国内でもっと産地がもっと活性化して、それを食べてくれる人も笑顔になる、で食べてもらって生産者も笑顔になるっていう環境づくりをしていけたらなというふうに考えております。私たち10代がなんかお手伝いできることがね、あったらお手伝いしたいなって思いました。ぜひね、あのスーパーとかにもいろいろ並んでると思うので、はい、手に取って、はい、でその先のストーリーがちょっと想像してもらうと、はい、いろいろ見えてくるものがあるのかなと思うので、はい、ぜひ楽しんでください。はい、ありがとうございます。僕も頑張ります。ありがとうございます。最近はいろいろな自然災害もありますが、この日本で農業することについてはどんな思いがありますか？はい、やはり、まあ、古くからその土地土地に根付いた作物を、我々の先輩たちが作ってくれたので、うん、私たちがそれを続けていくこと、そして未来の子どもたちにそれをまた託していけるように続けていくことが僕の中では大切だと思ってます。うん、バトンを未来に受け継いでいけたらいいですね。はい、今日は三井さんの農園にお邪魔して、こう長野県で作られているあのリンゴをたくさんこう食べさせてもらったりとかしたんですけど、どの品種もすごく美味しくて、この国産のリンゴがこう食べられなくなってしまったら悲しいので、私が率先して国商国産、あの国産のリンゴをどんどん食べていって、こう未来につなげていきたいなっていうふうに思いました。今日はありがとうございました。私も今日一日作業させていただいて、生産者さんの凄さっていうのをあの改めてあの身に感じて実感しましたし、これからも国産のフルーツ食べることあると思うので、その時はありがたみを持っていただきたいなというふうに思いました。本日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。国内で消費する食材を国内で生産する国商国産、他の乃木坂メンバーにも広めていきたいと思います。皆さんもぜひ乃木坂46国商国産で検索してみてください。バイバーイ。